いやもう、いやだってこの前も電車乗ってたんですよ、うん、で目の前で乗ってるあの女の人が携帯見えちゃったんですよ、うん、思いっきりキヨの動画見てましたよね、俺出てるそうなんだ。でも全くバレませんでしたえ、なんでさだって僕もこの前だって満員電車乗ってて、うん、目の前で女性が動画見てるの見えたんですよ、うん、明らかに僕が出てるキヨの動画見てるんですよ、うん、気づかなかったですさっきも言ってたじゃないか、お前最後までね、うん、あ、なるほどね、切なかったなっていう、そのえ、でも街中で声かけられる時あるでしょ。街中で声かけられる時もあるでしょ。声かけられる時あるけど、うん、ああそう、この前、うん、ちょっとすごいその精神的なショック、その辛い仕事はないけど、うん、辛いことはいっぱいあります。何これちょっとね、もうこのダチ酔いだから言うけど、うん、何々ちゃんって知ってますかみたいな、ああ言われて、うん、あ、僕知らないですみたいな。なんかコウスケさんのすごいファンらしいんでみたいな、うんうん、で今 LINE で連絡したら電話来て、なんか、なんかちょっと紹介したいんですけど、これ、うん、で、わーっと思って、ついに来たって。で、しかもなんか本当にどっかのコスプレで出てるんですけど、うん、そのブースの一番張るぐらいの子、そのメインですみたいな、うん、子がバーって来て、で、それであの、あ、これが何々ちゃんですって言ったら、向こうもあ、うわ、こうちゃんだみたいな、うわーってこうちゃんって言われてるの。そう、って言われて、うん、なんかすごい、あ、いや嬉しいみたいなっつって、うん、なんかで、その子は、うん、いやどうぞどうぞ、2人だけでちょっと喋ってよみたいなって言って、うん、まあ、ちょっと軽く喋って、うん、あと2分ぐらい、うん、で、なんかもうその人も、いや連絡先とか聞いていいっすよみたいな、うん、言うから、うわ、俺連絡先聞こうと思って、わーっと散々やった後に、最後に、うん、パッて耳持ってきて、すいません、平さんに好きって伝えてるってしかも器用でもねえんだ一番嫌だな、それ一番来るね、俺こんな顔したんですよそれほど瞬間にスンってなって、もう本当に、あ、じゃあまたどっかの現場で会ったらいいですもう会わないってそれさ、4人でやってるとさ、そういうのあるよね。いやだから、僕はもうね、うん、今日はね、もうね、加藤さんがいるから言わせてもらうけど、うん、あるやっぱそう、あるよ1現場に1個くらいあるよ、絶対、普通の人間だったら